皆さんこんにちは。長身を生かしたプレーやルックスの良さからプリンセスメグという愛称で人気を博したバレーボール元日本代表選手の栗原恵さん、現在結婚されたとも言われていますが、気になるのはその相手、さらに逮捕されたとの噂もささやかれていますよね。そこで今回はそんな栗原恵さんの現在の様子について彼女の経歴を交えながら探っていきたいと思います。1984年7月31日広島県に生まれた。ニックネームのコウは高橋みゆきの最高を目指せという意味から命名されたとされています。小学校4年生から父がコーチをしていた鹿川フラワーズでバレーボールを始めた栗原さんは、中学1年生の時にはすでに身長が176センチを超えていたようで、1998年6月、当時2年生だった栗原さんはバレーが上手くなりたいという気持ちから兵庫県姫路市の大津中学校にバレー留学をします。2001年には全日本代表初選出し、その翌年の2002年日米対抗に出場して見事代表デビューを果たした栗原さん、その後の2003年には V リーグ、プレミアリーグの NEC レッドロケッツに入団しており、同年5月の黒和式大会では若和賞を受賞。また同じ年の11月に行われたワールドカップでは大山加奈さんと共にメグカナと呼ばれ全国的人気を博すこととなります。2004年のアテネオリンピックに出場した際には5位入賞を果たし、全世界から注目を浴びた栗原さん。人気選手だった栗原さんですが、 Google で検索をかけるとなぜか逮捕の2文字が浮かび上がってくるのです。一体彼女の身に何が起こったというのでしょう。真相はこうです。2012年埼玉県で栗原めぐみという人物が生後間もない長男を殺害したのです。この事件は生後47日の長男の口を粘着テープで塞ぎ殺害し、その原因は母親の育児ノイローゼだったのではないかと言われています。翌年2月には逮捕されているのですが、この人物の名前が栗原めぐみと同姓同名だったことから、こうしたデマが広まったということだったのです。つまりプリンセスメグには事実無根の事件でした。ちょっと安心しましたね。彼女には罪も逮捕歴もありません。ただ怖いことに名前だけでなく年齢まで一緒だったそうですから、とんでもない偶然ですよね。さて疑いが晴れたところで、お次は気になる私生活について見ていきましょう。現在38歳の彼女は結婚されているのでしょうか。年齢的にはいいお方の一人や二人いてもいい頃ですが、なんとプリンセスメグは独身とのことで、ご結婚はまだのようです。お付き合いされている方も不明です。でもモデルでも活躍されており、スタイルも良い上に可愛くて綺麗な彼女ですから、本当のところは分かりませんね。ただ浮ついた話がないことなどから、同じ女子バレー選手の佐々木美希さんとの同性愛との噂も浮上しているそうで、手をつないでいたり2人でお風呂に入って洗いっこしていたりと、さまざまなところで目撃されていた模様。でも仲の良い女性同士ならこうした類のことをしようと別段不思議なことではありませんし、これもまたあくまでも噂のようです。彼女が結婚しない真相は分かりませんが、まだバレーボールが優先なのかもしれませんね。栗原めぐみさんの逮捕歴の噂は同姓同名の人物の逮捕で完全なガセネタでした。さまざまなガセネタに踊らされましたが、フジテレビ系ジャンクスポーツに出演した際、体調不良を理由に休養していた空白の4ヶ月の間に20万人に1人という大病を患っていたことを初告白したのでした。それは2020年1月19日のこと。この日は現役お疲れ様スペシャルと題して、2019年に惜しまれつつ現役生活を退いたアスリートたちが集結したのですが、内容が内容なだけに当時は誰にもお話ししていなかった、今日初めてお話しさせていただきますと語り始めた栗原さん。
リーグ開幕前に激しい頭痛があって、ある日テーピングを巻こうと下を向いた時に自然と涙が痛みから出るようになったとのことで、母である敦子さんに連絡したところ、脳の症状なんじゃないと言われたそうですが、信じたくない気持ちと恐怖心から病院へ行くのをためらっていたといいます。それでも半ば強制的にトレーナーに病院へと連れて行かれたそうで、2016年9月、栗原さんは医師から脳血栓だと告げられたのでした。そもそも脳血栓というのは最悪の場合死に至ることもある大病なのですが、栗原さんの場合はその上、当時20万人に1人と言われて発見の難しいとされていた脳静脈洞血栓症だと診断され、緊急入院を余儀なくされます。実際に先生から麻痺が残った人がいると聞いた時に、本当にちゃんと日常生活が送れる状態になるのかなって話を聞いた時はすごくパニックでしたと栗原さんは当時を振り返り、その時私は32歳だったし、年齢的にも即引退してもおかしくなかったこともあり、早く解雇してくださいと願い出たのですが、所属先からは来年頑張ってくれればいいからと温かい言葉をかけてもらってと言葉を詰まらせました。そうした言葉や周囲のサポートもあり、現役続行を決意した栗原さんはリハビリ生活を乗り越え、入院から4ヶ月後の2017年1月にはコートへと戻ります。復帰後は2シーズン現役生活を続け、2019年5月に引退。ファンに心配をかけないよう最後まで病のことは明かさなかった栗原さんは、今回公表するにあたって葛藤もあったとのことで、何も公表せず体調不良で3、4ヶ月チームを離脱してしまって空白の期間があったので、非常に申し訳ないという思いがファンの方にあった。今回現役生活を振り返る中で、やはりこの病気を語らずして自分の現役生活はなかったなと思いますし、本当に感謝の思いが強くなりましたと語っていました。さて、そんな彼女は現在芸能事務所 LDH ジャパンに所属しており、芸能活動の他モデルとして活躍されています。身長187センチの栗原さん、海外のトップモデルにも劣らない高身長の上、美人で小顔と全てを持ち合わせた最高のプロポーションの持ち主ですから納得ですよね。どうやら以前からモデルという職業に憧れを抱いていた模様。引退後の2021年5月21日には自身初となるデジタル写真集プリンセスアゲインをリリースしており、月間売上ランキング1位になるほどの人気ぶりだったようです。また健康美容食育指導士やファスティングマイスターなどの資格も取得されるなど、多方面で挑戦し続けているという彼女は、長年のバレーボールの知識も生かして解説者としても活躍されています。そんな飽くなき挑戦を続ける栗原さんから今後も目が離せなさそうですよね。ファンとしてはそろそろご結婚などのおめでたい話も聞きたいところですが、病気も克服された栗原さんが生き生きと活動されていることこそ一番だとは思いませんか？これからも応援しています。最後までご視聴ありがとうございました。